こんばんは、わしみです。今日はポンプとポンプは喧嘩しますについてお話しさせていただきます。人間の体には3つのポンプがあります。血液をポンプする心臓、空気をポンプする肺、体液をポンプする筋肉です。この3つの筋肉がよりダイナミックにポンプすることがいいです。しかし、ポンプしているところをポンプしてしまうとダイナミックになるどころかポンプしなくなってしまいます。心臓が動いているのに心臓マッサージをしてしまうと心臓は止まってしまいます。ポンプしているのに外からポンプしてしまうと本来動いている心臓というポンプが止まってしまうということです。人工呼吸器の専門用語にファイティングというものがあります。自発呼吸と人工呼吸がぶつかり合って呼吸ができなくなることのことです。これも自発呼吸で肺がポンプしているのに人工呼吸器という外からのポンプですることで肺のポンプですね、自発呼吸ができなくなりポンプができなくなってしまうということです。筋肉へのマッサージも同様です。むくみがあるからと足をマッサージするとどうなるでしょうか。揉む前と揉んだ後の足の太さや重さを比べてみると、むくみで足が太くなったり重くなったりするのが、すぐにわかると思います。むくみは筋肉膜外の、水分のことです。本来筋肉のポンプで流れているのですが、マッサージすることでうまく流れなくなり、その場に溜まってしまい足が太く重くなってしまいます。これも本来筋肉でポンプしているのを外からマッサージというポンプをしてしまうことで筋肉のポンプが止まってしまい体液がそこで止まってしまうということです。ポンプ機能を高めようとするときに外から別のポンプをするのではなく本来動いているポンプをより働きやすい状態にすることがいいですよね。その方法に佐藤式なんていかがでしょうか。心臓や肺のポンプ機能を高めるには胸腔を広げ心臓や肺が動きやすい環境にすればいいと思いませんか。筋肉のポンプ機能を高めるには体液をより多く吸収できるように筋肉を緩めるといいと思いませんか。そんな佐藤式に興味をお持ちの方は佐藤式スペース講習会で検索してください。全国で開催している講習会について書かれていますよ。以上です。ありがとうございました。